哲学の用語では決定論的世界観とか言うらしいんだけどね。というわけで、高校時代の友達はみんなの知らないことをズバズバと言い当てた私のことを隅空のラプラスと呼んで恐れたと。なんてね。っていうのは全部嘘。本当は天気予報を見たの。さっきテレビで天気予報を見てたら明日の夜から豪雨になるってそう言ってたから。ずるい泉さん。で、
ってるのかな。
ちょっと、サキさん。ごめん。本当にごめんね。もう、サキちゃん、酔っ払ってるんじゃないの？まったくそそっかしいな、サキちゃん。